そうですね、前回来た時も、まあ、感じは良かったんで、まあ、なんか好きなレース場とか嫌いなレース場はないんですけど、まあ、いい感じで来れてるとは思います。そんなに気になりはしないです。はい、そうですね、今節引いたモーターが、まあ、乗りやすさもありバランスの取れてて、まあ、モーターのおかげで、準優乗ることができたんで、まあ、ちょっとそんな感じですかね。はい、まあ、大幅なことはしないんで、まあ、そうですね、前半の1号艇乗ってみての感じで少しずつちょっと合わせていこうかなと思ってます。そうですね、今んとこ勘通りにはいけてるんですけど、まあ、スタートが平均的に早い方ではないんで、まあ、今節はちょっと早いんですけど、早い方ではないんで、まあ、一本一本集中してっていうところですかね。はい、映画とか映画鑑賞とか音楽を聞くことは、まあ、好きですね。最近見た映画、あの人狼ゲームってあるんですけど、ちょっとグロテスクなところがあるんですけど、まあ、人狼ゲームはあの地元の友達とかとハマってて、そうですね、人狼ゲームの映画を見ました。はい、ちょっとあのカメラさんにも聞いていいですか。あの心理戦ですよね、腹の探り合いを。そうですね、結構地元の友達とやっても面白いですね。はい、普通にあの確かに映画っていうよりもなんか自分たちでした方が面白いですよね。はい、そうですね、もう前職自衛官だったんで、はい、ちょっと射撃、ま、当たる方だったとは思います。まあ、ちょっと最近結婚したんですけど、はい、今の妻も元自衛官で、同期自衛官元ですね。そうですね、先月の3月24日に結婚して、ちょうど今日1ヶ月ですね。頑張り時ですね、今日。はい、そうですね、もうちょっとプロポーズ1年ぐらい前だったんですけど、籍を入れたのが3月24日で、はい、そうですね、まあ、来年したいなと思ってるんですけど、はい、稼がないといけないです。そうですね、はい、ガマゴーリ今節も頑張ってます。まあ、一つずつ今の勝率を上げていけるように頑張りますので、応援よろしくお願いいたします。